あなたを包んでグリーンピース、ハートのせいろで蒸しちゃうぞ。横浜生まれのシューマイアイドル、山田双葉です。今日も私のセリフの稽古から始まります。睡眠チャンネルです。皆さんもう覚えましたか、このセリフ。あなたを包んでグリーンピース、ハートのせいろで蒸しちゃうぞ。横浜生まれのシューマイアイドル、山田双葉です。あなたを包んでグリーンピースだから、明日からいよいよ劇場入りで、私はこのセリフ、このセリフと天名前で登場します。私も山田です。山田さんがいる。今日はですね、阿波歌。7月の18日にリベラとかさ、合唱曲あるやん、素敵な。いやちょっとソーサーのさ合唱曲欲しいやん、オリジナル。ということで、阿波歌のですね、みんなで歌おう合唱バージョンが出来上がりました。イエーイ。欲しいやん、オリジナル。ほいでさ、タテさんに作ってもらってたんですよ。タテ、天と地をつなぐ盾のエネルギー、盾直樹さん。天の川伝説の神様シーンの音楽は全部盾さんが作ってくれたんですよね。アクア瞑想で使ってる今あの曲も盾さんが作ってくれたんだけど、この阿波歌もですね、盾さんが作ってくれましたよ。そして聞いたら衝撃的、なんと阿波歌の繰り返しが3回出てくるんだけど、それが聞いてもらったらね、なんかで、ね、分かると思う。月で太陽で地球のエネ、あのね、一個ずつ曲のなんかメロディーのエネルギーが変わってるんですよ、切り替わって。だから一番最初の1回目の繰り返しが月で、2回目が太陽で、3回目が地球だから、なんか1番2番3番って下ろしてその部位を感じながら歌うとすげえいいと思う。今そう、ちょっとしーちゃんがこれ太陽と月と地球のエネルギーで切り替わっとるやん3回って言って、確かにこれ3回繰り返されてると思って、タテさんはどういう意図で作ったんだろうと思って連絡してみたら、いやなんか3回繰り返しかなみたいな、4回だと多いし、なんか3回かなと思って、なんかなんとなくこれで作ったみたいな。アトランティスとかレムリアで集まって歌ってるようななんかイメージだったんだけどみたいな感じでした。なるほどみたいな。聞きたいでしょう。あ、阿波歌っていうのは阿波歌はこれ、赤花ま生き日にみゆくふぬむえけへねめおこほのもとろそよおてれせえつるすゆんちりしいたらさやは、このひらがなの48音
とその人の経路が48あって、1音ずつそれが入っていくとその体が整う、肉体がその要は整う、で天と地をつなぐから神様に捧げる歌って言われてるみたいで、で天の川でもこの阿波歌を歌う、三葉が歌うシーンが出てくるんだけど、そう縄文時代になんか古代縄文人がこれを歌って天と地をつないでたんだって。人の経絡は48あって、この阿波歌の48音を入れるとこうエネルギーが整う、で天と地がつながるっていう、っていう歌らしいよ阿波歌。それの操作オリジナル合唱バージョンができた。聞きたいよね。山川耕也さんと明子さんが歌ってるメロディーよく歌ってるよ。いろんなメロディーがあるよね。なんかこれあの今回のこれはしーちゃんが天の川で阿波歌をなんかセリフで書いた時に頭の中に聞こえたメロディーで、そのままそれをたてさんに合唱曲にアレンジしてほしいって言って作ってもらった感じ。聞きたいって言われると流したくなくなっちゃうっていうことねえ。どうしようかなみたいな。ちょっとじゃあメロディーを覚えるためにかけてみますよ。ちょっと瞑想の終わりでもう一回これあのガッて意識内側入ってからもう一回かけるから、一回かけます。さらりと。これが1回目の月のエネルギーの1番。で、2番でこれ太陽に切り替わるエネルギーが、ハート。
ょっと歌詞じゃなくてメロディーだけ聞いてほしい。最初はここからまた切り替わります。やばくない？なんか懐かしい感じしない？絶対どっかで歌ってたよね、どっかの時代で一緒にこの歌みんなで。これをさ18日にさ1000人で歌い上げるわけですよ。やばいよね。それでさ天の川伝説のさ瀬織姫の一番ラストのセリフがさ、この大地踏みしめよ、高らかに歌い上げよって言って天上界に帰っていくんだけど、まさに高らかに歌い上げよだよね。懐かしいよね、なんかね。なんか裸足でなんか火とか囲んでなんか歌ってた時代があるんじゃなかろうかと思うんですけど、どうなんですかね。というね、歌ができまして、イエーイ、ブラボー、ブラボー。瞑想の
終わりで海の中に潜ってからもう一度この歌歌います。ということで瞑想します。みんな、この歌ができたきっかけ覚えてる？YouTube にさ、エイブラハムの創造のプロセス載せたらさ、私広告つけてないのにその創造のプロセスの動画だけ広告ついてて、なんやこれって思ったら曲が著作権引っかかってて広告がついてたんだけど、もうそれって YouTube だから仕方ないよねってなんか言ってしまった瞬間に、え、自分で作ったらいいじゃないですかってコメントもらって、確かにってなって、あ、もう自分のオリジナルの曲作ろうってなってこれになったんですよ。それがここに着地したんだよ。みんなあの時目撃してくれてたでしょ。仕方ないよねって私言ったから、 YouTube だもん仕方ないよねみたいな。それがこれになったんですよ。それがこれ、あの件なかったらこれできとらへん。ということはですね、やはり何か嫌だって思ったら、だったらこれがいいってやっぱやるだけですよね。1ヶ月前じゃない、それ、あれ、あの件って、確か1ヶ月前やった気がするけど、あの後何を私がしたかっていうと、まずネットで調べたね、ヒーリングミュージックなんか作成とかで、なんか問い合わせもしたい。それで今あの私の曲作ってもらってる人にもなんかヒーリング系の曲作れるか聞いて問い合わせもして、一応できますよって言ってもらって、でその後だよね、あ、タテさんみたいな、あ、なんかあの曲すげえいいもんなみたいな。それでタテさんに直接連絡して、そう、二人で会ってこうなったっていう。ね、リアルタイムで見てたから感慨深いよね。いや、このね、仕方ないって無意識すぎてやばいよね。普通に何にも無意識で言うもんね。あ、もう YouTube だもん仕方ないなみたいな。いや、でも突っ込まれると確かにそらそうやみたいな、自分でやったらええやんけみたいな。でもさ、こんな壮大な、あんな壮大な曲作れるわけないやんってなんかどっかで思ってるから、その言葉が出てこないよね。というここ1ヶ月の出来事を振り返りながら、今日も今日もアクアメイズから入りますか。ちょっとクルクルしちゃって、星の絵コーヒー店で織姫ブレンドと彦星ブレンド頼んだでしょ。そうそう、その日です。写真にもあげてるから日付も載ってるんじゃないかしら。タテさんと会った日インスタ上げたはず、確か。あ、 YouTube の悪口言ったら YouTube が止まってしまった。ちょっと待って、ごめんなさい。
機嫌が治ったようで、ありがとうございます。ありがとうございます。では行きます。静寂な1分間から始めていきます。60秒だけやっていることの手を止めて、もしお家のお部屋の電気消せるようだったら薄暗にしてちょっとやってみてください。あ、そして今日はね、なんかこのインスピレーションがなぜか降りてるんで、背中、なんでかは聞かないで分かんないから、私も背中をねちょっと意識してほしいんですよ。今から60秒間大きく息を吐いて吸って、深呼吸はもうマストです。大きく息を吐いて吸ってを繰り返しながらも、自分の背中を感じる、背中を感じるんですよ。背中、背中、背中。ちょっと60秒それやってみてください。背中を感じる。今日はこの後、あの始まりの湖の瞑想してアクアの魔法陣やっていきますが、湖の中に入ったタイミングから背中もしっかり、いかに肉体をリラックスさせてあげるかにちょっとフォーカスしてみてください。なんか力が入ってる部位は肩なのか首なのか頭なのか、なんかどこだろうなみたいな、どこが今自分の中で少しエネルギーが滞ってるかなっていうのを見つけて、なんかそこを緩ませてあげるような、大きく息を吐いてそこの部位が緩んでいくような、そのイメージでやっていきます。今夜もこの時間に感謝します。
深い呼吸を意識してください。大きく吐いてゆっくり吸っていきます。自分の体の部位に耳を傾けて、硬くなって緊張しているところを意識の中で声をかけながら、リラックスしていいよ、もっとゆったり信頼して大丈夫だよと話しかけていってください。椅子の上に座っている方は、自分の体がゆっくり動くように任せてあげてください。呼吸とともに背中をリラックス、肩の力を抜いて首を回したり、腕の力を抜いたりしていきます。今夜も私たちの星、地球、母なるガイアの意識とともに呼吸をしていきたいと思います。今あなたは何もない大草原に一人寝転がっています。気持ちのいい大地の香りと心地よい風、自分の心臓の音と地球の鼓動の音がだんだんと一つになり、肉体と地球が溶け合っていくのを感じます。母なる
ガイアのリズム、ガイアの鼓動、深い呼吸とともに、私と地球、二つの意識が統合されていくのが分かります。そのまま地球の奥深くへ、ずっと深く入っていくと、そこには空洞があり、それを抜けると目の前に美しい湖が広がります。その湖はこの世界の始まりのすべて、目の前に広がるその湖の前に立ち、ゆっくり水へと入っていきます。今あなたは肉体を持たない状態なので、水の中でも楽に呼吸を続けることができます。深いところまで潜っていきましょう。水の中は静寂、ただ意識だけがある。気持ちのいい安堵感だけが感覚として感じられます。今まで持ち合わせていた思い込みや概念がだんだんと消えていくのが分かります。思考も徐々に薄れていきます。ただそこにある存在と広がる静寂と、ただ繰り返される呼吸、大きく吐いて、ゆっくり吸って、ティン車が鳴ると水の波紋が広がり、意識はその水へと溶けていきます。
しばらくの間深い呼吸とともに肉体を緩ませてあげます。水の中でゆらゆらっと揺れている感覚で全身の力を抜いていきます。ではこのまま海に浸かっているような意識の状態で白亜の魔法陣をやっていきます。深い呼吸を止めないでくださいね。今リアルタイムで5000人同じ意識の中にいます。肉体を持っていませんが意識の中で5000人で大きな円を作って手をつないでいるようなイメージをしていきます。海の中でエンジンを組んで真ん中にイルカやクジラ
海の生き物が目の前にいます。海に必要な情報がすべて入っています。自分には何も聞こえないではなくて、信頼して先ほどと同じように肉体の力を全部抜いて、信頼して委ねる。必要なものはすべて私にもたらされる。クジラやイルカ、そして水、母なるガイア、今この瞬間に存在するすべてのものの愛を感じていきます。今度は今は大きな円になってましたが、次の阿波唄で隣の人との意識の境目も、自分と海の生き物の境目も、自分と海そのものの境目も全部がなくなって一つに統合されていきます。
世界が全部この瞬間私の色に染まります。意識の中で阿波唄を合唱していきましょう。
今日も一日ありがとうございました。皆さんどんな感じでしたでしょうか。満ちてる、満ちている。いや、いいんですよ、寝て。寝ちゃっていいんですよ。この、今一緒に瞑想してる5000人の中の何千人かが、ああ、気持ちいいってなってたら、地球の周波数上がりますから、勝手になってます。いやー、この歌やばいな。あー、気持ちいい。瞑想中のハッピーちゃん、ハッピーちゃんじゃないで娘が叫んでましたわ、笑い。確かに瞑想してる時ちょっと私も自分じゃない感じしてます。これは天の川伝説で阿波歌が出てくるんだけど、それを合唱でみんなで歌い上げたくてオリジナルで作ったものです。肉体のやっぱ力をこう抜いていくと気持ちいいよね。いやー、なんかいよいよやばい気がする。マジでマジでいよいよやばいと思う。ということで、また夢の中で会いましょう。